皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年4月1日、9時52分。昨日の、ボクシングの世界戦などについて、重岡選手、ご兄弟と、あとカミラ選手の試合についてなんですけども、まあ、17時ぐらいからの、重岡選手の試合に関しては、うまく KO が、取れて、まあ、2試合目、亀田選手なんですけども、ちょっと気づいたんですけども、ウエイト本当に同じなんでしょうか。その体格の方が、亀田選手の方がちょっとだけ背が高くて、まあ相手選手の方が背が小さくて、ほんのちょっとウエイトが同じなのかなとは思いましたね。これは正直本音で。で、まあ、その後の、重岡選手、雄大選手の試合ですけども、まあ、銀次郎選手の方はうまくいきましたけども、その、雄大選手の試合で最初のダウンですね、あの時、足の力抜けませんでした。で、その時に、ちょっとだけかするように、こう、パンチが当たって、足の力が抜けて、倒れてるように見えるんですよ、僕からしたら。神がかり的な力の方で。で、うん、まあそのダウンがすごくもったいないなっていうのと、あともう一回ダウン取られましたけども、まあそこも、まあその2回目のダウンに関しては、しっかりとこう、肩が入ったパンチを画面、捉えられてのダウンなので、ただそんなにダメージ自体が、ものすごくあるようなダウンではなかった。だからまあちょっと昨日の試合をその3試合にスポットを当ててみると、髪の毛染めてる方たち2人が勝って、髪の毛染めてない、ものが負けたと。だからまあ試合終わってからまあすぐにまあ買い物、まあ晩ご飯買いに行ったりしてたんですけども、腑に落ちないで、通り過ぎていった女性がいたんですけども、一人で歩いていて、まあマスクもしてなくて、でどこの誰かわからないんですけども、まあボクシング関係者の方なのかどうかわかんないですよ。どういう方なのか、まあ女性にもボクシングされてる方とかもいらっしゃいますし、まあ、どこの誰かわからないんですけど、まあ、僕がだいぶ顔を取られてる状態で、その女性が顔綺麗になってるように僕には感じたんですね。だから、まあ、その辺のところで、まあ、試合終わった後、僕の顔もだいぶ、まあ、ひどい状態にはなってまして、あと気になったのが、その第3試合で、女性の方がその解説席にいらっしゃったじゃないですか。で、まあその方のね、電波での声が試合中に聞こえていて、そこでまあ僕は結婚希望相手を佳子さまに絞ってるわけじゃないですか。で、その方の声が聞こえてきた時に、味方側として扱っていいのか、敵側っていうわけじゃないんだけども、まあ、その味方側として扱った時に、やっぱりパンチもらってたんですね。その硬さの部分。僕自身の。結婚相手を、一人に絞っ、希望、結婚希望相手を一人に絞っている、しかし、その他の女性の声を味方に、恋愛感情はもちろんないですよ。はっきり顔、ほとんど、まあまあ、画面に映ってないのもそうですけども、顔自体はっきり見てませんから、どこの誰かも、名前すらも知らない方ですから。ただ、その、声の扱い方についてどうしたらいいかわからない。例えば、昨日とかその前の試合とか、開幕戦の阪神タイガースの試合なんですけども、
観客席をね、カメラが映すじゃないですか。そしたら、まあ、巨人ファンの方の方がやっぱり東京ドームで試合をしてたから多い。で、女性でね、応援されてる方たちがいらっしゃる。で、その時の声で、頑張ってって言われるんですよ。で、その時に、巨人側なのか、その電波からの指示に従った方がいいのか、これがわからない。で、最初の方に、その声に従った時、阪神タイガースの選手は良い結果が出なかった。なので、あ、これはスタンドにいる女性ファンの、巨人ファンの声だなっていうことで、頭の中でね、その女性の声に対して罰を入れるんです。そしたら、その効力は逆転して、阪神タイガースの選手の方が良い結果が出るんです。だから、見極めっていうのを常に求められていて、で、僕からの要望では、まあ、解説席にね、その女性の方を本当は座らせないでほしい。そのまだ僕の結婚問題のところ、それだけじゃなくて、もし僕は結婚したとしても、その他の女性の声を受け入れるのかどうかのところで、その試合ですからね、そこで何か、良くない効力があるのかないのか。ただ一回目の重岡雄大選手のその足の力が取られたような形でね、まあ、スリップ気味のところにちょんってパンチが当たってのダウン。あれに関してはその女性の声が原因ではないんですよ。他の試合でも、例えば那須川天心選手が一方的に試合をしてるんですけども、途中でね、足をね、こう、トントンってこうして、こう足にこう違和感が今来てるんだろうなっていうのが試合中に見受けられました。で、こちらの方でも少しだけ足に違和感とかが来たりしたんですよ。まあ、試合はその那須川天心選手が足をしてるんですけども、僕の見た限りでは雄大選手、その1回目のダウンに関して足の力多分取られた状態だと思うんですよ。で、踏ん張りが効かなくてスリップしてる。で、まあ、この総合的な結果を見た時に、ちょっと僕としてもその技術面云々じゃないですから、まあ、あと解説席の方のコメント、そのそれに関してで、やっぱり試合中影響は出てきます。で、僕のコンディションの良い状態、試合に集中してる状態って、解説席の声の、その、例えば日本人選手にとって優位になるようなコメントについて、僕はチョイスできてるんですね。で、その、相手選手を褒めるような、相手選手が今優位だっていうような、コメントがやたらとはっきりと聞こえる。ポイントに関しては僕もその解説席にいる男性陣の方たちのそのポイントの見極め、そこはすごく重要だと思ってます。何をしなきゃならないのかのところで、もう最終的に10ラウンド、9ラウンド、11ラウンドになってくると、もう絶対ダウンを1回奪わなきゃならないっていう状況になってきてましたから、試合勝つには。まあ、最悪ドローで、王座を守るというケースだったんですけども、まあ、最初の試合で、序盤で、雄大選手に関してなんですけども、まあ、重岡銀次郎選手もそうだったんですけど、手数が、まあ、少なくて、最初は距離を測る第一ラウンド。で、まあ、銀次郎選手に関しては、その、良いカウンターがあるっていう言葉のワードを組み忘れてたんですよ。で、第1ラウンド、カウンターもらってたじゃないですか。第1ラウンドか第2ラウンドかな。まあ、そのあたりのラウンドで、序盤で、カウンター一発もらったでしょう。ただ、そこで、今度は、こちらも、そのカウンターっていうのを、教えられた分を、発揮するっていう形に持っていってるんですね。
だからね、まあ、第1ラウンドからの、試合の進め方、手数が、極端に、雄大選手の試合に関しては、まあ、手数が少なかったのと、相手がカウンター待ちの試合を行っていた。ポイント的にも相手の方が第1ラウンドで、まあ、ポイントを得ていたからカウンター待ちの作戦。まあ、それで、まあ、何回かカウンターをもらっている状態だったんですよね。頭の供給に関して、第3試合に関しては、なかなかしっかりといかなかったですね。だからその辺のところでちょっと僕の方でも。まあ、違和感みたいなものですかね。かといって接近戦で打ち合いで負けていたかっていうとそうではなくて、むしろ2回のダウンの内容が、まあ、ポイント的に、響いていたっていう、その2回のダウンが、まあ、有言だったっていう形になるんですよね。だからディフェンス面での硬さっていうところが、ホームページに記載している内容とか、まあそういったことを利用したりもしていて、まあやっぱり不可解ですね。1回目のダウン、足の力が強引に取られて、それでスリップするような形のところにパンチをちょんと当てられて、それがダウンという形に見えてしまう。もう間違いなくそうでしょう。足の力取られてたでしょう。その辺のところはちょっとよくわからないですね。原因が何なのか。まあ、組み上げてほしい言葉で言うと、解説席で元世界チャンピオンの方たちがいらっしゃると思うんですけども、僕はね、まあ、アベマを見ているときに、まあ、僕たちも使っていいですからとか、まあそういうふうなコメントはちょっと欲しいのは欲しいですね。頭の供給がうまくいってない時と、そのクイズ要素があるってこう考えた時に、その内容がね、的確に合っていた場合、まあこちらの考えてることが合ってる。その時に、多分解説席の元世界チャンピオンの人たちは頭の中は選手に言ってると思うんですよ。で、それで良い動きをする。良いパンチを当てる。で、特に、試合中でも、どこをどうすればいいのかっていうところで僕の方でもちょっとこう迷いというか、気を張ってる部分、頭の供給をしながら気を張ってる部分のところが、まあちょっと足りなかったのかなと思ったりすることもありましたし、その連打ですね。ワンツーの後、相手が打ってきて、それをディフェンスして、すぐに打ち返す瞬間のところで、こちらが一発目、二発目、まあ、ガードをされてる時と、しっかりと当たってる時と、まあ、パターンはいろいろですけども、その後の相手の反撃を、うまく避けてたり、しっかりガードしたりしてたところで、ちょっと、ホッとしてしまう。選手としてはその後すぐに、反撃の手を出そうとしてる。そこでホッとした瞬間、僕の気が多分抜けてると思うんですよ。そこで反撃のパンチを出して
ったとしても、まあ、しっかりとクリーンヒット、まあ、ガードの上からとか避けられるとかじゃなくて、しっかりと的確に相手にパンチを、当てれる、入れれる、まあ、そういうふうな形ではなかったというところで、まあ、僕としても、まあ、少し反省点があるのと、あと、もしかしたらその強引に足の力を取られてるところを見ると、お互いご兄弟ミニマム級でしたっけ、銀次郎選手が勝って雄大選手が負けるようなシナリオになっていたのかもしれない。で、銀次郎選手に関しては髪の毛染めてるように見えてたんですね。で、雄大選手は髪の毛を染めていなかった。で、最近のその現象として、例えば有馬警察署の警察官の人で髪の毛染めている人が肌が綺麗になっていると。で、かたやまあ、僕の肌がどこに行ってるかわからないですよ。毛穴が開いてるんですよね。まあ、これでそのピントが合ってるかどうかで、そこそこ睡眠時間は最近得てるんですよ。二度寝したりとかして、だからその毛穴が開いてた部分とか肌が綺麗になっていてもおかしくないんですけども、おでこのところの皮膚とか見てもらっても分かる通り肌がだいぶ荒れてるんですよね。で、これはもう、まあ、昨年のペナントレース中はね、本当に睡眠不足でしたから、まあそうなってもおかしくないんですけども、もうそれもあってだいぶ状況変わってきてますから、それも回復しておかなきゃならない。だから皮膚を誰かに取られてる可能性が非常に高い。金次郎選手は皮膚綺麗でしたよね。雄大選手、睡眠不足でした。で、皮膚どうでした。テレビの、その、アビマの画面では、皮膚がちょっと荒れてるように見えてたんですよ。荒れてる、まあ、僕みたいな形で、ね、撮られてる状態ですね。まあ、だからその辺のところはね、ちょっと懸念の材料の一つでしたね。なんか昨日の負けに関しては、まあ、まあどうしてもコメント的に解説席でもそのポイントは相手がリードしてる部分で、ああしなきゃならない、こうしなきゃならないっていうところのコメントは、まあ、まあ貴重な情報でもあるし、まあダウンを奪いに行かなければならないっていう状況は頭の中に入ってるんですけども、まあ焦りにもやっぱり多少はつながってはいますね。ただまあその辺のところ、まあ 95% ほどは特に僕は焦ってはなかったんですけども、絶対勝ちに行くんだっていう方向性で、だけどもこう、強い抑止力がかかってるような、その銀次郎選手が勝って雄大選手が負けてるようなパターンに持っていかれてるような気はしましたね。だからその原因が何なのか、亀田選手の試合が終わった時に、まあ彼がボソッと早く歩いてって言ったと思うんですよ。で、そこで僕は歩くべきだったのか何だったのかとか、その誰が何を言った言葉に対してどう対処するべきなのかまでがこう幅が広がっていくと、やっぱりこちらも対処不能で、やっぱり雄大選手の試合が終わってから、まあ、外に買い物に行くっていう形がまあ良いだろうなっていうのは僕の理想だったんですね。理想というか取り組みたい形だったんですよ。
その辺のところでね、ちょっと僕も何が原因なのか、まあ、1回目のダウンは明らかに不可解でしたからね。で、解説席の人たちが言ってる言葉って、試合に影響、その野球でもやっぱりあるんですよね。で、まあ、審判のジャッジとかもそうなんですけど、まあ、昨日の試合を見る限り、ボクシングの試合のジャッジに関しては、ポイント的に、その、問題はなかった。それによって試合がひっくり返されてるわけではないですから、試合の勝ち負けはね。まあまあちょっと謎が多い一戦でしたね。以上です。まあちょっと、まあすっきりしない。私からのメッセージかもしれませんけど、まああとは会場は大分ガラガラだったっていうところですね。そのエネルギーの残存問題でそうなっていたのか、そのアベマという範囲内だからそうなっていたのか、まあ、一応無料放送でしたけども、まあ、その辺がちょっとね、気になりました。視聴者の数は41万世帯ぐらいの方だったんですかね。まあ、その辺のところとかはもう含めると、エネルギーの残存量問題に対処しなければならないという方向で話をしっかりと進めると、もうこれは絶対しなきゃならないんですけども、余計な建築物を建てないっていうことは、建築業界のお金の周りは、減る。で、自動車の生産量を100分の1ぐらいまで低下させなければならない。これは世界中で。世界的に、経済的にはっていう部分が出てきます。ただし、他の部分の仕事のところについて、あるものはあるから、そのメタンガスをね、その抽出する貯蔵タンクとその設備、要するに生ゴミを入れておくところですね。だそれに関しては、日本全国でも最低でも1万5千箇所以上は作らなきゃならないですから、だからそれもそれで建築業界たちの仕事に本当はなるんですよ。で、早くエネルギーの確保をしなきゃならないのであって、それを早急にするべきであって。生ゴミだけに限定すると、燃えるゴミとしてゴミ出してるじゃないですか。だからまあ、燃えるようなものとかも一緒に入れてるじゃないですか。だから生ゴミだけに限定すると、そこまでものすごい量が出てくるわけではないんですけども、例えば1年間、2年間、3年間と貯蔵しておくっていうことを考えると、まあ、そこそこのスペースがいると、そこそこの大きさのタンクはいると。まあ、例えば幅奥行きが10メートルずつぐらいで高さが、まあ、2メートルぐらいのタンク、もしくは3メートルぐらいのタンクだったとしましょう。まあ、それを、まあ、ある程度半径100メートル以内だとか、それぐらいのところに設置して、その近辺に住まれてる方とか、飲食業界の人たちのその残飯だとか、そういったものをそこに入れていくと。まあ、そういうふうな形ですね。まあ、それが、まあ、醸造発酵まで行くと、バイオエタノールに変わってくるんですけども。まあ、メタガスだけでもね、抽出したいっていう部分がありまして。その、なぜ、仕事の、その経済云々のところ言ったかっていうと、やっぱりスポンサーがついて云々のところと、まあ、それで昨日の試合は成り立ってたわけじゃないですか。お金の周りで見ると。だから、まあ、もしかしたらボクシング協会全体の売り上げとしての動きがあるのかなどうかなもありますし、だからまあお金の出元が NTT ドコモさんとかが大半なのかなと、例えば年末の方のね試合とかだったら、そういうふうな形にも見受けられますし、だからまあその辺のところをどう改革していくか、私としてはその
エネルギーの残存量問題を絶対に対処しなければならないから、車の生産台数を100分の1以下か、もしくはもう5年10年生産しないっていう形で、みんな電車バス徒歩、そうすれば最初から電気自動車なんかいらないっていう形になりますから、ほとんどの人は車なんかいらなくても現地到着できるんですよ、電車バス徒歩で。特にほとんどの人は電車の駅から歩いて30分以内のところですよ、片道。まあそうなってきたら、まあ地上波も合併してテレビ朝日とフジテレビで、読売、まあ日テレと日本テレビ放送も株式会社と TBS が合併して、で朝は8時から夜の、まあ、23時ぐらいまでの、放送にしておいて、例えばプロ野球が9回で試合終わるんであれば、その時間で全然問題ないんですよ、放送時間。だいたい9時過ぎに終わりました。まあ21時過ぎに試合終わりますから、野球が。まあそういうところですね。早く世の中を改革しなきゃならない。今本当の人口はまあ4000万人いるかどうかぐらいです、日本の国境内は。だから全ての会場が埋まるかっていうと、それはっていう部分はありますね。これだけいろんなスポーツが出てきて、でまあ音楽業界のライブとかがあって、最初から無理設定ですね。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、それとあとは着信通知の設定がわからない方は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいて、でまあ淡井さんの動画見ておいた方がいいよっていうようなことはお伝えしていただけたらいいんじゃないかなと思います。以上です。昨日の試合、皆さんお疲れ様でした。結局今はその仕事に対して何を本当にしなきゃならないのかっていうのはね、特に建設業界とか自動車業界に求められているのであって、まあ、今のところエネルギーの残存量問題ほぼ解決できていない状態ですね、世界的に。まずいですね、非常に。まあ、今まで他のボクシング業界の方たちにエネルギーの残存量問題言ってきましたし、ホームページ淡井圭介の36話見ていただいたら、まあ、わかるかと思いますけども、もう間に合うか間に合わないかのところで言うと、かなり危険な状態には来てますね。最後の最後まで産油国の人たちは打ってはくれないですよ。ガスも残り49年分ですし、先々までずっと掘っていくことを想定している数字ですよ。まあ最後ちょっと暗い話になりましたか、なったかもしれませんけども、これはしっかりとね、どういう状況かっていうことを的確に皆さんに覚えてもらって、どう行動するべきかっていうことを覚えてもらわなかったら、このような対処のしようがありませんので、皆さんご協力ご対応のことよろしくお願いします。その辺のところを考えたら、その、本当にラリーレースを行われてるのかどうかわからないですけども、似たような F1 とか、あんなものをしてる場合じゃないですよ、本当に。あと、まだ本当にオートレースとか、賭博の方のね、オートレースとかボートレースがあるんだったら、即座に、法律ごと、なくして、で、そういったものを、行わないようにして、で、そのエンジンとか、まあ、金属類は、まあ、鉄鋼所で溶かして、まあ、河川水門開閉式弾発電の、門に使用したりだとか、そういったことを、早急にしなきゃならないんですけども、政府にそこまでの動きが残念ながら見当たらないっていうのが今の状況ですね。まあ全てが全てネガティブな情報でもないので、まあその辺のところ皆さん見ていただいて理解していただけたらなと思います。例えばこの間サッカーの
ワールドカップの予選で北朝鮮なんかは試合放棄してくれましたね。で、能登半島の地震があった時に、キム・ジョンウンさんなんかはすっとこう、哀悼の意を捧げる文章をすぐに発表していただいて、だからテレビのニュースが戦争のフェイクニュースとか多いじゃないですか。だから、キム・ヨジョンさんも昔、僕の勤務先に働きに来てるんですよ。キム・ジョンウンさんの妹さんという立場みたいですけども、まあ、年齢的に見たときにね、その本当にキム・ジョンウンさんの妹さんなのかなと思ったりもするときはしますね。それとも、キム・ジョンウンさんの年齢が本当はもう少し上なのかな、どうかなとかも思ったりもします。案外分かってるのは北朝鮮の方だったんじゃないのかなっていうのは感じますね。世界的にね、その、オリンピックとかも含めて他のスポーツもそうなんですけども、サッカーもそうですよ。いろんな国でサッカーチームがすごく増えたじゃないですか。それによって他国との往来が増えて、国際戦とかも含めて親善試合とかも含めて、ね、しなくていいことをたくさんし始めて、エネルギーの消費がものすごく加速して、二重国籍、三重国籍の人が増えた。まあ、もともとは戦争が原因なんですけども、実際的な人口は日本人は、6000万人は絶対いないです。まあ、多分4000万人ぐらいじゃないかなっていうのが妥当な見方で。まあ、もうその辺のところでスタジアムが埋まるかどうか、その、まあ、各会場が埋まるかどうかを考えると、最初から無理設定なんですよ。まあ、その辺のところも僕のホームページ、例えば人口関係に関してはホームページは IKS 芸歴の51番見てもらったら分かりますね。最初の方の上の文章のところは政府の発表している数字だから全然もう意味ないです。その後の YouTube のところ、クリックしてもらったらその根拠とか前輪の地図見せながら説明してるんで、それ見たらもう分かりますよ。ああ、これ表記されてる人口の4分の1ぐらいなんだろうなって、各都道府県、各市とか。それがよくわかりますよ。まあ、高校、春の選抜高校野球なんですけども、エントリーしてる高校の数が3800あるかないかぐらいだったんですね。っていうことは、人口、まあ、1年生から3年生までいらっしゃいますから、仮に人口はね、4000万人だったとしても、100歳まで生きることは人間ほとんどありませんから。じゃあ、人口3万人に対して高校野球がまあ一つぐらいの形になってくるんですね。まあもちろん野球部がない高校もあるとは思いますけども、高校の数はね、5000、1万校はなかったはずですね。高校1万校あったかな、どうかな。なぜ大学はね、700校ぐらいなんですよ。その大学の数も本当は多すぎて必要ないんですよ。で、さらにその、まあ、ちょっとあんまり話すと長くなりますんで、まあ、僕のホームページの、まあ、いろんなところを、まあ、見ていただいてご理解していただけたらなと思います。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。昨日の試合皆さんお疲れ様でした。以上です。